ある宗教団体の代表に心酔していた資産家の娘が自分のお父さんをヒットマンに殺させたっていう事件があったんです。19年間裁判傍聴に通い巡り合ったマスコミ報道では知り得ない物語の数々。エロ写真がきっかけで殺人事件ってどういうことって思うじゃないですか、うんうん、事実は小説よりもきなり。いや、出上ちゃん、はい、ドックスタウン TV の YouTube 版にも本編に続いて高橋由紀さん、はい、ご登場いただいております。お願いします。もう高橋由紀さんといえばですね、うん、犯罪事件をメインに追い続けているライターでございます、はい、そして高橋由紀さんはどこら辺に出没しているかというと裁判所に結構行ってると。そうですね、はい、いうことですよね、はい、でも高橋さん今まで何回傍聴したとか別に覚えてはない。1年に平均すると100回ぐらいは見てるかなっていう感じだったんですね。えげつない数見てますね。そうですね。なんでそれかける今19年目なんでっていう感じで結構見てるかなっていう。そか。刑事事件を中心に裁判傍聴記を雑誌書籍等に発表している高橋さん、実際に足を運ばないとわからない裁判所でのあれこれを教えてもらいます。そもそもこういったテーマを、いわゆる興味を持ったきっかけって何だったんですか。社会人になって一回休職しちゃった時に、いろいろとこう仕事と関係ないようなことをしてみたいみたいな欲が湧いてきた時があって、はい、それでいろんなノンフィクションを読みまくったんですよ、でもともといろんな事件のことをニュースでこう追ったりするのが、まあ、みんな好きじゃないですか、はい、でそういうのもあってそれについて詳しく書いてる本とか読んでると、どうしてもその実物っていうかその本人を見てみたくなって、裁判所に通い始めてっていうので、どん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 こう深みにはまっていった感じですね。そもそもね、僕は行ったことないからちょっとお作法もわからないんですけども、確かにちょっとなんか一から本当聞きたいですね。あれなんですか、勝手にアポも取らずに行っていいもんな。もちろんアポあった方がむしろなんかあれじゃないですか。そうだよね。でもそのどこで何の裁判を行われるかっていう、別になんかタイムテーブルがあるわけでもないのに、どうやってその情報をキャッチする、傍聴仲間がやっぱり傍聴仲間がいるんですか。なんかイメージとしては、裁判傍聴好きな方って、まあ、一人で行って、かその元々友達だった同士で行って、そう、関係者じゃないと行かないっていうイメージしかないですよ、そう。その傍聴に行くことでそこの仲間ができるっていうのイメージが、はい、そうですよね、私も最初そんなつもり全くなかったんですよ、一人で、いろんなしがらみから逃れて一人で専念できる場だと思ってたら、やっぱいろんな人がね話しかけてきたりするんですよ。子さんに最初認識されて、でだんだんこう輪が広がっていくみたいな現象があって、でその中で自分が仲良くさせてもらう人がだんだん決まってくるじゃないですか、そういう人たちから知ってますかとか、あの後半このぐらいにありますよとか教えてもらったりすることは割と多いですね、でも最近は裁判所のホームページに罪名って言って、殺人とか建造物侵入とかこういう事件だよっていうのの予定だけ出るんですね、それでこれはあの人じゃないかって推理したりとか、傍聴仲間の間で、そうこれ誰ですかねとか言って、あの人じゃないですかとか言ったりとかしながら行くって感じですね。東京だったら、タブレットがあるんですよ、謎の、でそれで予定を全部見れるんで、じゃあもう下手したらはしごしてる人もいるわけですか。います裁判はしご、そういう人は一般的ですね。そ一般的なんですか。いやそれ高橋さんの周りの一般的ですかね。今日はもうオフだからいっぱい裁判見ようみたいな、やったみたいな。そうそれでその朝 その改定表っていうんですけど、それをロビーの前ですごい見て、自分が見に行こうってやつをメモっとくんですね、でこれからこっちだからとか言って、それぞれみんな違うんですよ。なんだフェスみたいですね。そのなんかタイムテーブルは次あっちステージで私は行くからみたいな、かなり近いですねそれに、当たり前の質問です。スマホで撮影とかしたら怒られますよね。あ、めっちゃ怒られますね。そりゃそう、めっちゃ怒られてるいつも。すいません本当に無知で。なんだって吉田豪さんが喉飴舐めてめっちゃ怒られたみたいな聞きました。それすらダメなんですか、なんか飲食完全ダメ、まあ、今はもしかしたらなんか、ね、そこまではとかがもしかしたらあるかもしれないですけど、でもね法廷の中は飲食禁止って。そうですよね、なんか喉痛くてなんかひっそり飴舐めてたらなんかバレて怒られたみたいな、なんか書いてた。なんでバレたんでしょうね、すごいな、カラッとかなっちゃったんですかね、わかんないけど。でもこれね、でもあの
怒号が響くような裁判もあるわけですか。音声とか出して怒られるわけですか。やっぱあ、そういうのもありますよ、たまに。それって活動家の裁判が多いですね。はいはいはい、公安とかが動いてるような事件、はい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 、やっぱ連帯する同士がたくさんいるんですね。そうなんです、仲間たちがむちゃくちゃたくさん応援傍聴に来るんですよ、でなんか茶番だとか、なんかそういうなんかそのなんていうの、いかにもお決まりの感じのヤジを飛ばして、でそういうのって繰り返したら裁判長から大抵命令出てるんですね、で引きずられて出てったりとか、それまでもが一つの景色って感じですね、その活動家の裁判。でもなんかそういうのってこう応援するで連帯してるようで、うちの組織のことバラすなよっていうプレッシャーかけてるようにも聞こえますね。どうなんでしょうね。そうかもですね。あとその応援で茶番だと か、 なんかこの裁判おかしいだろうみたいな、ってそれって仲間の応援になんなそうですけどね、その足引っ張っちゃいそうな気がするけど。そうなんですよね、私もそう思うんですね。印象悪くなっちゃうというか。高橋さん、ここまでやっぱ裁判傍聴してるって、最初に見た裁判結構インパクトあったんじゃないですか。勝手な推測ですけど、どのような事件だったのか。その印象深い事件の話なんですけど、裁判傍聴をライフワークとする高橋さんが出会った、ハマるきっかけとなった事件とは。ある宗教団体の代表に心酔していた資産家の娘が、自分のお父さんをヒットマンに殺させたっていう事件があったんですよ。そんなことがあったんですか。複雑な事件ですよね。ちょっと複雑。宗教団体のその代表の女性に心酔してたその資産家の娘は、いろいろとこうお布施をしたいわけですよね。はいはいはい。でそのために父親の財力が必要だった。あ、そういうことか。で、いろいろとお金をこれまでは出してくれてたんですけど、でちょっとでも遺産の分配で揉めそうだっていうふうになって、それで殺しちゃおうみたいな感じになったみたいな。どんだけ短絡的な考え方なんだと。それでその依頼した相手がそのヒットマンを準備して、宅配便かなんかに見せかけて殺したんですよね。でものすごいびっくりすることに、そのヒットマンを用意した男が急にこの事件はその、ある未解決事件と関係があるとか言い出したんですよ。繋がってくるわけですか。お布施のお金を工面するため実の父親を殺させた娘の事件。しかし法廷では思いもよらぬ証言が。ってなるじゃないですか。でも裁判員裁判じゃない時ってそうやって唐突にびっくりするような話が出てくる時があったんですね、裁判中ライブでそんな話が出てくるんですか。そうへーって、でこの事件が起きた後に同じ年に歌舞伎町のビル火災っていう、その私がその言ってた未解決の事故が起こる、たくさんの方がお亡くなりになった、そう、あれが起こって、その中の一つの店とこの宗教団体関係あるんだって男が言い出したって、こっちはますます興味持って見ちゃうわけですよね。だけど判決では別に そこについて判断する事件、あの裁判官はそこについて判断する必要ないから、そうです、ね、別に何も言われなかったんですよ。これアジェンダじゃないと。そう。でも私もすごい気になって、もうそこから手紙とか書いたりしたんですよ、その証言者に、だけど、どこにいるか分かんないから当てずっぽうに送ったまま届かずに今に至るって感じなんです。それで送る太もいもじゃん、当てずっぽうでなんとか警察刑務所っていうことなのかな。そうでも、だからやっぱりいつか本人に聞いてみたいですね。いや、そんなのいきなり最初の初っ端見たら ね、そうなんです。ずっと自分の中に余韻が残ってしまって、そうでもその事件にハマってしまって傍聴にハマったって感じですね。それがないとハマんなかったと思うんです、私複雑だからこそ、まあ、追いがいがあるというか。あ、そうですね。で大体どれぐらいの時間かかるものなんですか、裁判っていうのは。一つの事件で、いや、ですね、1時間で終わる事件もあるし、判決とかだったら10分で終わる事件とかもあるんですよ。これ裁判所にどうでもいい質問なんですけど、食堂とかあるんですか。あ、ありますあります。すごいまずい蕎麦屋があります。まずいんだ。まずい蕎麦屋。もうそこから奥さんがすごい嫉妬して、浮気を邪推して、怒り出すんですね、で家のものを破壊するんですよ。後編も高橋さんが傍聴した心の深淵に迫る裁判を伺います。そうですね、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。